はい、これはシトレインの XN1 です。これは90年ヨーロンビアンカーオブザイヤーを受賞したシトレインのフラッグシップモデルが XN、 イタリアデザイン展開の、巨匠ドルテルによる綺麗なスタイルを持つ、ボディオはサルーンのエクスクルージブとワゴンのブレークの2タイプで本国ではあります。2000年モデルで日本に導入されるのはサルーンのみで、搭載エンジンは190馬力で V6 ツインカブで機動方式 FF を採用。サスペンションはフロントがストラット、リアはトレーニングアーム。サスペンション制度はイワスシステムのハイドラクダクティブ2と呼ばれるもので、乗車中は荷物の重量を通りや走行状況によって自動的に車高を調整する。エクスクルージブはファイブドアッチバック形状のボディながら、内側にはガラスウィンドウが取り付けられ、ハッチ開閉時にはキャビンと台形を完全に遮断する。安全設備としてはレアル&サイドエアバッグ ABS プリティッシュライスシートベルトを標準に設備し、ハンドル位置は左右どちらも選択が可能だったようです。で、これの当時の価格が2種類しか当時なくて、 XN が550万円、そして XNX これが640万円、まあ結構する、車ですね。で、この車はこうね、タイヤがちょっとこう、まあ面白いね、まあホイールを履いた、車で、まあシトレインの中にはそのタイヤがちょっとスポッとこう隠れてしまうようなね、感じの車もシトレインの車でもありましたけども、まあこれもなかなかフランス車らしいというかフランス車らしくて、好きなデザインではあるかなと思います。ただシトレインの車っていうとね、こう独特な形ですからね、それがこう人によっては好き嫌いがはっきりと分かれるところかなと思います。最近シトレインは新しいブランドが去年か一昨年あたりぐらいかなにできて、あの DS っていうブランドがねできたんですね。決してあの任天堂の DS じゃないですね、紛らわしいんですけど任天堂の DS じゃなくて、シトレインブランドから新たにブランドを立ち上げて DS というブランドが、立ち上がったんですよ。で、それで、それを主に高級車とかコンパクトカーとか、まあシトレイン全体高級車ではありますけども、まあそういった、ブランドが新たに立ち上がって、まあ、販売されている車ですね。でもなかなかこの車も面白いんではないかなというふうに思います。これはマジュレットの、ミニカーですね。で、これは別になんかドアが開くとか、まあそういったところはないかな。ただこれ特徴な後ろのトランクがね開くタイプの車なので、まあそこのところをね再現してほしかったかなというところが唯一の残念のところかなというふうに思いますけども、まあこれ独創的な車というのも悪くはなく面白いデザインだなという車でございました。どうもありがとうございました。